それではチームのお名前と監督のお名前を教えていただけますか。はい、板橋ベースボールクラブの井上と言います。チーム創設はいつになりますか。はい、2008年の4月になります。練習日時はどのようになっていますか。はい、毎週土曜日、日曜日、祝日に練習しております。主な活動場所はどちらになりますか。はい、板橋区の荒川の河川敷で活動しております。昨年の主な成績を教えてください。はい、板橋区軟式野球連盟で優勝しまして、アンダーマー大会ベスト16です。チームの考え方などを教えていただけますか。はい、軟式野球、硬式野球いろいろあるんですけども、我々は硬式野球ではなくても、高校野球に通じる野球をできると思ってますので、一生懸命やっています。入部するにあたりまして、費用はおいくらぐらいかかりますでしょうか。はい、月額3,000円になっております。夏の合宿などはございますか。合宿という形ではないんですが、お盆休みに集中して3日間、練習を1日、みんなで、お弁当を食べたり炊き出ししたりして3日間やっております。そちらの費用などは。はい、費用は6000円です。今現在選手は何名ぐらいいらっしゃいますか。はい、今年入部した1年生含めまして95人になります。練習や試合などで、ご父兄のお手伝いなどは必要とされていますか。はい、特にご父兄のお手伝いは必要ありません。全て選手たちでやっております。入部するにあたりまして体験参加などはできますでしょうか。はい、毎年12月ぐらいから、3月ぐらいまで、6年生対象に、河川敷のグラウンドで、入部体験やっております。最後に監督から入団希望の選手あるいはご父兄に、コメントがございましたらお願いいたします。はい、我々のチームは軟式野球をやっておりますが、3年生の春からですね、Kボールも含めて、取り組んでおりますので高校に通じた野球をですね、習得できると思いますのでぜひよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。